はい、皆さんこんにちは、京都のマサです。いやー、なんかいい天気ですね、今日ね。曇りの天気予報になってたんですけどね、思ったより晴れてますね。まあバイク日和って感じな冬の空ですけど、今日はちょっとね、また能勢の方にちょっとね行こうかなと思ってね、 5B で出てきましたね。今からだいたいどうでしょう、1時間ぐらいはかかるかな、1時間弱。まあまあぼちぼちね、ちょっと後ろ散策もしながらね、城跡を巡り史跡散策ねもしたいなと思います。またね、さあさあもうちょっとかな。まあ今ね亀岡からねちょっと能勢の方に走ってるんですけど、もうぼちぼち能勢に入ってくるんじゃないかな。まだこの辺は亀岡だね。ここから能勢かな。多分あの辺から乗せですね、さっきのね。今日はね、先日ね、乗せ市のね、陣屋だったね。ジオ陣屋ねの近くにある丸山城っていうねところ、まあ、ちょっとそこへ立ち寄ろうかなと思ってね出てきたんですよね。まあ、中世のねその能勢市はね、そっちの丸山城を本拠にしていたみたいで、まあ、ジオに陣屋を構えたのはね、それより後の江戸時代になってからですので、まあ、明智光秀にねくっついて、まあ、山崎合戦ね、天王山で戦ってるんですけど、まあ、その頃の能勢市っていうのは丸山城だったんですね、本拠は。まあ、それで一旦明智軍が敗走して、で能勢の土地もね秀吉軍に接見されて奪われるんですけど、まあ、だから中世の能勢氏がねいたお城ね気になりますんでね、なんか調べてたらいろいろそういう能勢氏のこともね、あんまりこう歴史の表舞台に出てくる人じゃないんでね、まあ、源氏のね摂津源氏
多田源氏のね流れを組む正当なね源氏の名門っていうのは、まあ、そこはよく知られてるところだと思うんですけど、それ以外で言うとねほとんど歴史にね名を残してない、まあその唯一出てくるのが細川貴国かな、細川貴国の時代に芥川三条を築いて、まああの辺、あの辺までだから進出してたんですね、能勢氏がね、高槻の方までね、一山越えた向こう側ね、でその後まあ、明智光秀に加担して敗北してるっていうね天王山で明智軍の一員としてね戦って、まあその後敗走してしまったということしか、まあ、出てないですからね。もうそろそろかな、もうそろそろだね。そこの丘かな、もしかして。そこの丘かもしれないね。やっぱりそうですね、地王城はねもうその奥のすぐそこなんでね、まあ目と鼻の先って感じですけどね、これどっから上がっていけるんだろう。上がっていくのかな。この丸山城は長元年間源頼光の子頼国が摂津から丹波へ通じる交通の要所であるこの地に城を築き、能勢氏を称して代々ここを居城とした。城郭は北から南へ伸びる尾根の先端を深い堀切りを設け、尾根を区切り北より本丸、西の丸、三の丸、黒輪など一列に並び細長くなっている、なっているって書いてある。史跡は中世の築城様式特有の土塁、縦堀、空堀帯、クルア等が設けられ、防御に優れた山城で幾度も戦いが繰り返されたが、その都度退け504年守り続けた遺構が原型のままで残されている。地王古城って書いてあるね。標高281m、飛行 50m。 まあいるのここかな、多分この辺だよね。これ上がったらあれかな、 D の車に入れるのかな。